4人でまた一緒に暮らせる日が来るんやろか。痛くないん？母ちゃんに。母ちゃん龍之介父ちゃんに似てるからあんま好きちゃうんかなと思ってな。 いいことを教えてやる。それが初めてすれ違った時に起こるんだよ。何が奇跡よ。それを見た人は流れ星のように願いが叶うんだよ。俺たちは見えない糸で繋がってんねん。奇跡は起こらへんかもしれへんけど、 とりあえず3人で行こう。 願い叶うとええな。